どうも、おやっとさわです。入江健です。今回は霧島市の人気店ラーメン楽天さんをご紹介します。2回目の再訪問で濃厚こってりで激うまな一杯をいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に宮崎のラーメンもご紹介してますので、チャンネル登録お願いします。それでは最後までお楽しみください。この動画の提供は、麺は人との架け橋となる無限の可能性を信じて、こだわり抜いた麺とスープのお店、麺の架け橋、モテる大人になれ、強い農業は超えていく、株式会社串間葵ファーム、海が好き、大会が好き、炭酸割りが美味しい、一番しずくの大会酒造株式会社、ランチでも夜は飲んだ後の締めの一杯に、おでん、おにぎりもあるよ、濃厚豚骨ラーメンの店、天心の提供でお送りします。はい、どうも、やっとさわです。入江です。いつもありがとうございます。私は今ね、霧島市早戸町、三木交差点の目の前ですね。私が今向かっているのは、霧島市早戸町にあります日向山でいいのかな、楽天ラーメンさん、ラーメン楽天かな、どっちだったっけ、さんに向かっております。はい、この楽天ラーメンさん、確かね、3、4年前にも撮影させていただいて、3年前かな、ちょうどiPhone のカメラで撮影した頃からコンデジに変わったぐらいじゃなかったかなと、ちょっとうる覚えですけど、ね、思っています。で、久しぶりの再訪問ということで、ちょっと行ってみようかなと思います。何を食べるかまだ決まってませんけどね、撮影許可の方は実は先日お店に行ってね、また来させてくださいということを言っておりますが、今日行くというのは伝えてなくて、まあ、半分突撃で半分 OK みたいな感じで、まあ、お店が臨時休業してなければいけると思います。さあ、今日はどんなラーメンに出会えるかね、楽しみにしながら気をつけて行ってきます。さあ、国道504号線ですね、ここを走っていきます。楽天ラーメンさんね、あと 1.5 メートルですね。2時半終了なんですけども、到着予告時刻が2時10分になってますけど、行けるかな、大丈夫かな。さあ、あとここですね、お店着きました。まだやっていくかな、到着です。JR 肥薩線日向山駅から徒歩10分くらいのとこにあります霧島市早戸町ラーメン楽天さんにお邪魔します。いや、本当雨の日の撮影って大変、まあ何にしてもね、雨の日って大変ですよね。じゃあお店に向かっていきましょう。ここのね、スナック雪列車ってありますけど、スナックの裏手の方にありますね。結構雨がすごいですね。よいしょ、あっちからも入っていけるんだね。こんにちは。あ、今日いいですか。いいですか。です。入江です。よろしくお願いします。雨がすごいですね、今日。こちらがラーメン楽天さんのメニューになります。ラーメンメニューや餃子メニュー、数量限定ラーメンメニューなど、今回この中から愛のりラーメンをゆで卵トッピングでオーダーしました。こちらがラーメン楽天さんのお漬物になります。コリコリ食感で美味しいお漬物をいただきながら、ラーメンが来るのを待っていると、はい、チャークドンです。
さあいただきますということで、まずはスープから。うわ、ニンニクのいい香り。このスープ熱々でうまい。濃厚な動物系のうまみ、奥行きのあるコク。スープのベースは豚骨、そこに大分県産の醤油をベースとした秘伝の返しを配合。濃厚なスープと返しのバランスがよく、若干のこってり感もあるうまいスープ。一度刺したそのレンゲの手が止まらなくなってきます。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は中太ストレート麺。この麺もうまい。福岡から仕入れる麺で、スクエア形状で表面はつるっとした麺、しっかりとしたコシともっちり食感。麺とスープとの相性が良く、しっかり麺がスープを持ち上げ口まで運ぶと、麺のもっちり感とともにスープのしっかりとした旨味とコクが口の中で広がってきます。喉越しもいいので、じゃんじゃんすすれるうまいやつ。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープを捨てき、このラーメン楽天さんの豚骨スープ、めちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認した。あとは、はい、まずはチャーシュー。このチャーシューめちゃうま。肉質多め、しっかり肉感、肉の旨味を噛めば噛むほど味わえちゃうやつ。もう一口パクパクとこのうまいチャーシューを食らっていきます。お後はトントロチャーシュー。このトントロチャーシューめちゃうま。脂身多め、口に含むととろけるうまみ。圧力釜で丁寧に炊き上げるこのトントロチャーシュー、箸で掴んだだけでプリプリ感が伝わるでしょうか。もう一切れも食らえばやっぱうまい。さあ次はチャーシューと麺ともやしを箸で一緒にキャッチして、口の中に放り込むと、いや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 、こりゃうまいわ。チャーシューのしっかりとした甘みと麺のもっちり感、そしてもやしのちょうどいい湯がき加減、三味一体で楽しめます。ってなわけで、中盤から終盤にかかってもこのラーメン楽天さんの豚骨ラーメンにはまり、キクラゲとともに麺をすすってみたり、スパークしながらじゃんじゃんすすっていけば、さらなる豚骨のうまみ、そしてニンニクの香ばしい風味が口に広がり、最後残りの一口の麺をすすればスープにしっかり浸したこちらの味玉を一口でパクリといただけば、半熟具合がちょうどよくてめちゃくちゃうまい。そんなラーメン楽天さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。もう今回これめちゃくちゃお腹いっぱいになりました。でもうまいので追いスープどんどん飲んでいきますが、やっぱり会員は無理そうです。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。口コミのおかげでだんだんお客様が増えていると喜んでいらっしゃる店主さん。この濃厚な激うまな豚骨ラーメンを食べに、まだ経験されてない方も食べにお出かけになってみてはいかがでしょうか。完食できませんでした。すごい美味しかったんだけど、もうお腹いっぱいです。今日2杯目なんで。でも美味しいんですよね、スープ。でももう本当お腹いっぱい。あれ、そう、本当にスープ残してすみません。美味しかったです。ごちそうさまでした。すごいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。久しぶりにね、楽天ラーメンさんに来させていただいて、愛のりラーメンいただきました。本当にね、スープが濃厚で、しかもちょっとこってり感のあるスープ、これがね本当にコク深くて、本当奥行きのあるうまさでした。麺もね、中太麺、これもしっかりコシのあり、そしてもっちり感のある麺でした。もうね、麺がね本当スープしっかり引
引き連れてくれて、スープの旨味をね口の中で広がる感じで味わえます。でチャーシューも本当に美味しくて、肉感のある崩れるタイプのチャーシュー、でそしてねあのトントロもね本当プルプル食感、本当もう口に入れた瞬間にねとろっととろける感じの美味しいトントロでした。ということで隼人町に来られた際はぜひともねこちら、楽天ラーメンさん、こっちかなぜひともね楽天ラーメンさんのお店に来ていただければなと思います。それではまた。